最近シェアサイクル使ってるんだ通勤で使ってる人も多いって聞いた最近他にもシェアリングサービス増えてて家電とか時計とかカバンとかインテリアもあるんだってへえ私も今度使ってみようかなあんまずはそのケーキシェアリングして素直に一口ちょうだいって言ったらふと思ったんですけど